ジョーイ・クルフォードは NBA の元審判。アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。背番号17番を着用したクルフォードはとりわけ、選手、コーチ両方に頻繁にテクニカルファウルを宣告するリーグで最も厳しい審判の一人として知られている。1970から77年はペンシルベニア州の高校生の試合で、 1974年と1977年は、東部バスケットボール協会で審判を務めた後、1977年26歳の時に NBA に雇用された。1998年、クローフォードを含む8人の NBA 審判は、不正な税申告を行った後、アメリカ合衆国内国際入庁から宣告された。IRS による4年間の調査の結果、 1991年から1993年にかけてリーグから支給された航空券をダウングレードして82,500米ドルを不正に着服し、さらにこの収入を申告しなかったという。1998年7月1日にクロフォードは有罪を宣告され、即座に NBA から解雇されたものの、1999年には、 当時コミッショナーのデビッド・スターンにより再雇用されている。1998から99シーズンはロックアウトによりレギュラーシーズンの開幕が遅れたためクロフォードの連続審判記録は継続されることとなった。2005年11月11日に開催されたロサンゼルスレーカーズ対フィラデルフィアセブンティシクサーズ戦がクロフォードにとって審判として2000試合目となった。 これは、メンディー、ルドルフ、ジェイク・オドネル、ディック・バベッタ、アール・ストーン、トミー・ヌネズに次いで6人目である。2012から13シーズン終了時点で他の現役審判より多くのプレイオフと NBA ファイナルでの審判経験を持ち、1986から2006年の全ての NBA ファイナルで審判を務めている。プレイオフに加え、オールスターゲームやドイツで開催された マクドナルドチャンピオンシップなどでも審判を務めた。2007年4月15日のサンアントニオスパーズ対ダラスマーベリックスの試合で、クロフォードはサンアントニオスパーズのスター選手、ティム・ダンカンを退場にした。退場を宣告した理由は、ダンカンがベンチからクロフォードのことを笑ったからだとされている。映像によると確かにダンカンは笑っているがこれが、 クロフォードに対するものかどうかは分からず、ファウルを考慮された際、ダンカン自身も、なぜ自分がテクニカルファウルを宣告されたか理解できずに、苦笑いしている。ダンカンはクロフォードに対して侮辱的な言葉を用いた、ともされているが、これに関してダンカンは、クロフォードが挑発してきたと弁解した。2日後の4月17日、クロフォードは、この抗論が原因となり、リーグから、 シーズン残りと2007年プレイオフでの審判を停止され、1986年から続く NBA ファイナルでの連続審判記録が途絶えることとなった。リーグはティム・ダンカンに対しても暴言を理由に2万5000米ドルの罰金を課し、今後も同様の行いは退場理由となり得ると警告した。デビッド・スターン・コミッショナーは、クロフォードの行いについて我々が NBA の審判に期待するプロフェッショナリズム及びゲームマネジメントの基準を満たしていないと述べた。クロフォードは7月30日に NBA における自身の今後についてリーグと話し合う場を持ったが解決策などの結論には達しなかった。2007年11月17日に NBA はクロフォードの復帰をアナウンスした。コミッショナーはクロフォードとの会合の結果、 継続的なカウンセリングプログラムへの参加と私自身の評価によりクロフォードは我々が NBA 審判に求めるプロフェッショナリズムとゲームマネジメントの基準を理解したと考えているクロフォードがこれらの基準を遵守することで今後も NBA で審判をすることが可能であると考えていると宣言したクロフォードは後にこの件をキャリアにおいて 最も後悔していることの一つとし、ティム・ダンカンの件は、おそらく私の人生を変えた。今までのやり方が間違っていたのだとコート内外を、問わず考えさせられた。スポーツ心理学者と会う回数もこの苦断の後は増え、私に、新たな側面をもたらした。と述べている。なお、クローフォードは2013年の NBA ファイナル第2戦と、第6戦で審判を務めた。 この NBA ファイナルで、ダンカンとスパーズは、マイアミヒートと対戦しており、クロフォードが審判を務めた2試合はいずれもヒートが勝利し、最終的にヒートが優勝した。最悪の審判として、名が挙げられることも多く、Facebook には、ジョイ・クロフォードを首にしろというページがあるほど、前述のティム・ダンカンとの抗論以外にも多く、議論対象となるジャッジがある。以下、 いくつかの例を挙げる。https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュオッチ、v= コイグテット 1nwcmhat,ref suspended for actions to ワードダンカン。msnbc、2007年4月17日閲覧。crawfordmeetswithnba, suspensiongmains.espn.com http://sports.espn.go.com スラッシュ nba スラッシュニューススラッシュストーリー id イコール29570332007年8月1日閲覧 h t t p a p ロ r o x c o m スポーツ2012-0610 reasons 怖い上位黒4度 is the worst thing about the nba ページ、1https コロンスラッシュスラッシュ www.facebook.com スラッシュページズスラッシュ f i r e j o e y r a w f o rt スラッシュ 1551998478447878httpnba.com20121204 ティムダンカントニーパーカースパーズ上位クロフォードハロウィンフォト ありがとうございます。